皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらのトラフ霧島のレビュー動画となります。こちらは黒麹と木麹の、まあ、多分ブレンドだと思うんですけど、まあ、それぞれ作ったものをブレンドした焼酎になると思うんですけど、それで黒と黄色でトラフというふうに名付けられています。まず開栓時なんですけど、少しライチっぽさのある甘く華やかな香りとなります。口に含みますとまろやかな口当たりで透明感がありまして、甘さはちょっと強めです。渋みと旨みと香ばしさを感じた後、苦味も後を引くんですけど、同時にサラサラっとした軽さのある焼酎になります。今でこそ霧島酒造さんの限定出荷ものってとても入手しやすくはなっているんですけど、時が時ならこれはプレミアになってたと思いますね。なかなか美味しいとは思います。まあ、人によってはちょっと芋らしさがないとか癖がないとか、まあそういったことで少しマイナス印象を受ける方がいるかもしれないですね。黒麹と黄麹ということで、同じ黒麹黄麹焼酎と比べてみます。それが以前にもご紹介したこちらのボーイズビートラットですね。でこちらなんですけど、黒麹黄金千貫と黄麹紅はるかの融合なんで、芋がちょっと違うんですけど、まあ、どんなものかと思って比較してみました。ボーイズビートラットのレビューに関してはそちらの動画をご覧ください。で比較なんですけど、これはちょっともうやらない方がいいんじゃないかなという内容になりました。で、そうですね、一つ言えるのはトラフ霧島は二面性があると思うんですね。黒麹と黄麹の、黒麹らしくもあり黄麹らしくもあるという二面性になります。ボーイズビートラットに関しましては、それがとても融合してとても熟成された一つの完成品みたいな焼酎になります。で今回トラフ霧島のレビュー動画になりますが、そうですね、ボーイズビートラットはやばいという結論になりました。気になる方は両方飲んでみることをお勧めします。今回のレビューは以上となります。ご視聴ありがとうございました。